こんにちは、チョコバナです。今日はですね、昨日に引き続き YouTube を撮る時のサムネイルの私の作り方を紹介していきたいと思います。使ってるアプリだったり、コツみたいなのを少し教えていけたらなと思います。では早速紹介していきます。携帯でサムネを撮ってる時はずっとこのカメラ360っていうのを使ってました。漏れるっていうのもあるし、画質もまあまあ良かったのでカメラ360を使ってたんですけど、カメラアプリはね、自分がちょっと漏れるものとか、あと綺麗に映るものとかを選んだらいいんじゃないかなと思います。主に編集で使ってるのはこのフォントっていうものになります。これね、すごい画質がよく保存されるんですよ。少し前に撮った100均購入品紹介の動画の画像を使っていきます。画像をタップすると文字を追加って出てくるので文字を追加をします。で、これはタイトルが100均購入品紹介だと思うので、でフォントも結構まあまああるんですね、こんな感じで。で、私が基本使ってるのはこの自由帳フォントっていうものなんですけど、和っぽい感じにしたいときはこの青空明朝ってのを使ったり、ホラーっぽいのにしたいときはこの吐き溜めっていうのを使ったり、ちょっと動画によってね、こんな感じでちょっとデジタルっぽいのにしたり、動画によってちょっと変えたりはしてるんですけど、基本自由帳フォントを使ってます。見やすいっていうのと、あとはちょっと丸っこい字で可愛いっていうのと、あとはパッと見て分かりやすい字になってるんじゃないかなと思います。私の場合はサイズをこの横サイズギリギリぐらいまで大きくして入れちゃうんですけど、このぐらいになったらスタイルを押します。そして文字の色、こんな感じで文字の色を変えたり、あとストロークって言って周りの縁の色をこう変えたりしてます。で、幅も私は基本マックスにしてますね。で、背景は題名みたいになるところにはつけないんですけど、最近で言うとこうハッシュタグなんとかっていう時は背景つけてちょっと透過したりして使ってることもあります。で、このままでも全然いいんですけど、ここ上にね、このままの字体を置きましょう。で、同じ字体は同じ大きさで同じ縁でスタイルでね、影をつけるとちょっと立体っぽくなるんですね。で、2つ並んでてどっちがちょっと見やすいかなっていう時に、この影が入っていた方が結構ズーンって見える気がするんですよ。あとはこのふわってした影の白い影をつけることもあります、動画によっては。で、心がけてるのは文字の字の色ですね。文字かストロークどっちかは白にするようになるべくしてます。文字の色はこんな感じで、いろいろ変えられる時もあるので、こんな感じでガンガン強い感じの色にしたら周りの色をこう白にすると見やすくなったりとか、文字かストロークどちらかは白にしてます。そうするとね、結構見やすいです。あとはね、この100均購入品で、ダイソーだった時はダイソーってハッシュタグダイソーとか、あとはダイソーって普通にねローマ字で入れたりとかして、で、これだとまだ見にくいので白文字で、あと背景だけをこうつけてちょっと背景を透過させてあげたりするとまたね、ちょっと変わった感じになるかなと思います。傾けたりして置いてあげると、この iPhone の中に入ってるハートとかを入れてスタンプ代わりに使ったりしてます。こうやって傾けてね、こんな感じで私はサムネをね作ってるんですけど、基本的に私はまだサムネは携帯で作ってます。 LINE カメラで私は画像を入れてます。この普通にこの間作ったものにこのハートを押して切り抜きを押します。こんな感じで動画の中のキャプチャーを撮ったり、あとは商品のキャプチャーを撮ったりして、こう貼ったりすることがあるかなって感じ。でも基本的に私はフォントだけを使ってサムネは作ってるかなっていう感じです。iPhone でね、YouTube 見てる方が多いので iPhone でサムネを作ったりしてるんですけど、サムネを作るとき以外にも、基本的に文字を入れる編集っていうか、文字を画像に入れたいときはこちらのフォントを使ってます。インスタ投稿とかになるとまた別のものキラキラを使ったりっていうのはあるんですけど、こんな感じでサムネを作ってます。参考になるかわかんないんですけど、今回私がサムネ作成のときに使っているアプリと、ちょっとしたコツを紹介してみました。これから YouTube 始めるよって方とか、あとサムネを作るのがどうやるかわかんないっていう方の参考になればなと思います。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。